用意したドリンクでしょうか。メンタルが取れなかったそうだね。ちょっと2コートを A で割り込もうとしたんですけど、入れなかったですね。コースのトップグループ確認しましょう。優勝候補のティップタング、そしてヘルが初メロン看護後、まもなく左方向です。堀端と浅草生命が2人、そして愛知製鋼の上条、トヨタ自動車九州の今井正人が出ています。さらに、ナンバーカード233番をつけましたカスヤもこの集団の中に含まれています。先頭グループが13人です。26.3 キロから 26.4 キロにかかってきました。2人のペースメーカーがこのレースの立派な形になっています。続いて東静岡駅前左方向です。右側には瀬田川の流れがあります。自己ベストを2時間11分47秒の記録を持っている旭化成の堀端が、この記録は2008年の2月に出したものですが、少し満足に練習ができなかった、それは時期もあったというこの堀端でありますけれども、白いユニフォーム、胸に旭化成という文字があります。長身の堀端、走り上手、ちょっと上がりましたかね。またそうですね、メルガが前に出ました。ペースメーカーよりも前に出てきました。26キロ近辺です。まあ、この辺りどう考えますかね。先ほどからですね、ペースメーカーが引っ張るというよりは前、メルガ選手が押されそうされて、ね、無理して走ってたんですが、ですか、もうここで打たないと我慢ができなくて、メルガ選手が来ましたね。まあ、1キロ3分のペースで、まあ、うまく走りながら我慢しているという選手という話もありましたけども、目的地に近づきました。安全と終了します。4位も実績も持っているメルガが前に出た。そして優勝候補の2強一角のケニアのキッパングも上司についていきます。さあ、ここで優勝候補の2人がずっと前に出ました。 26.9 キロから守る27キロのところ、そこに一気に返し込むというケニアのカンボゴがいます。さらにエリトリアのアスメロンがいますが、さあこの形になってまたさらに日本人が離される形になりました。集団の先頭から最後方までは8秒に広がりました。はい、8秒に広がった。その後ろの日本人のところは、ジュングという選手がペースメーカーとしてそのペースを引っ張っています。両チームちょっと遅れ加減です。少し腕も下がってきてですね、日本人のトップの集団から少しまた数メートルずつ離れてですね、次を少し後ろから見ていると左右にぶれるような感じになってきています。マラソン2回目で期待された27歳パスの年の吉井聡が少し遅れ始めたという状況。この1秒まで
26回の琵琶湖前。